おはようございます。元バンディット 400V です。2021年4月24日土曜日8時31分です。今回も張り切って元風呂にやっていきましょう。いい天気、バイク乗りには本当にありがたい、いい季節。うわ、病院待ち。何こんなに朝から。そう、大口東総合病院、行列です。待ち行列。なんでこんなに並んでんだろう。昨日、大きなニュース2つありました。全国的なニュースと、ローカルニュースです。まずは、ローカルの、話から。横浜 DeNA ベイスターズが、昨日、久しぶりに、勝ちました。甲子園球場で阪神タイガースと、3連戦昨日から、で久々に勝ちました。今シーズン4勝目ですね、4勝17敗で、勝率は、1割9分、引き分けは4つだったかな。ダントツの、最下位、ちょっと厳しいですね。去年は結構いいところまで行ったんですけども、前半は、2位ぐらいまで行ったのかな。なかなか、ただホーム、スタジアム、横浜スタジアムでなかなか勝てないのがちょっと残念ですね。5月、チケットを買いましたんで、ぜひ、横浜スタジアムで買ってほしいなと思います。チンスコダよりもひでえなこれな。取り締まり対象にならないのかね。次はもう、新聞とかニュースで散々もう言われてますけども、緊急事態宣言の発出が昨日決まって、明日25日から東京都と、大阪府、京都府、兵庫県ですか、に、宣言が出されました。8時から記者会見、佐賀さんやったんですけども、なんだろう、1点だけ話したいのが、なんか記者の方の質問をもう少しなんか工夫してもらえるとありがたかったかなと。どんだけちゃんと質問しても、正面から答えないっていうのはもしかすると変わらないかもしれないんですけども、質問が長いと何を質問されたかっていうのを的確にこう理解してないような感じで、なんか的外れの回答が多いような感じがしますよね。これまでの、やつを見ても。で、東京2020大会の、オリンピック・パラリンピック関係の質問で言うと、その国民の命を守るのが、最優先だと。で、大会を実施するかどうかの決定権は IOC にあるっていうふうに、これまでもずっと言ってますんで、感染が拡大し
て、このままその海外から人をいっぱい入れる、要は選手とかですね、関係者、入れるっていうことで、国民の生命が脅かされるという状況になったら、IOC に中止とか延期っていうのをちゃんと言ってくれるとかいう覚悟はあるんですよねっていう聞き方すれば、まあ、もうちょっと答え方も違ったのかなと。で、記者の質問が悪いっていうふうな、言われ方じゃなくって、首相は、国民の命を、海外の組織に乱れるのかというような批判に、なるかなと。ちゃんと答えないとですね、なんかそういうのが残念だっていうか、これまで政治記者も1年間の知見があるんであれば、そういうところをちょっと考えてもらえるとありがたいかなと思いました。なんだろう、事故か。事故っぽいな。事故だね。あ、こっち、なんで右車線と左車線で事故じゃない。ああ、交差点でぶつかったんか。そうだね。ああ、前かなり。あとは、今週の水曜日に動画を一本上げたんですが、バイクの定期点検の行き帰りの動画ですね。で、初めて文字起こしっていうのをやってみました。YouTube 結構好きでよく見るんですけども、まあ、その中でそういう発言を、文字にしてキャプションで、画像に入れるという動画も、まあ、なんとなくっていうか見たこと当然ありまして、見やすいって思った時もあるし、まあ、あとはごちゃごちゃうるさいなって思った時もあるんで、まあ、人それぞれ捉え方違うと思うんですけども、まあ、自分は今までそういうのをやったことなくって、そのキーワードとか補足説明なんかを、キャプションに入れるっていう動画がほとんどでしたっていうか、全てそういうケースですね。で、初めてその文字起こしっていうのをやってみたんですけども、まあとにかく大変でしたね。やっぱりその、発言をその文字にするだけでも大変なんですけども、タイミングとかですね、あとはその文字の修飾っていうのもできるんですけども、大きさとか、色とかですね、フォントとか、なんかそういうのまでいろいろ考えると、もうちょっとねやってられないっていうか、もう大変ですねという、その大変さを、理解したんで、もう文字起こし動画、要は全ての発言を文字起こしでやるっていう動画を作るのは多分、前回ので最後かなというふうに思いました。で、首相会見の、東京2020大会の関連で、もう一つ、当初報道されてたのは、4月中に、観客をどうするかと、外国からの観客は入れないっていうのは、先月決めたんですけども、国内の人をどうするかというのを、
決めるっていう風になってましたけども、どうもその今回緊急事態宣言が出るような状況になってしまったんで、判断をギリギリまで伸ばすようなことになった方です。それもなんかずるいっていうか、ご都合主義じゃないけども、もともと決めてたスケジュール通りにやらないっていうのもひどいなぁと。やっぱりもうどうしてもオリンピック・パラリンピック東京2020大会は、やるんだっていう、いろんな困難を乗り越えて工夫してやるっていう、そういうことを全部否定するわけじゃないんですけども、なんか何があってもやるんだっていう感じの、雰囲気があるんで、なんかそれが、違うんじゃないのかなというふうに感じてます。また出ない。やっぱ出ないのか。これが分かんねえんだよな。今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。